待てば過激のつかびより。皆さん明けましておめでとうございます。2021年もずかびよりよろしくお願いします。ということでアナスタシア見てきましたよ。今日はですねちょっと外からお届けしています。なぜかと言いますと今宝塚にやってきました。花の道を歩いています。いやいいですね。ちょっとこの感激前の花の道がすごく気分高まって歩けるっていうのが嬉しいひとときです。今右手に見えるのが新しくできた宝塚ホテルです。はい、いつかここに泊まりたい。で今大劇場に向かって歩いているわけですけれども、私実は受験生時代にですね宝塚音楽学校付属の子どもアテネというところに通っておりまして、その制服を着ながらこの花の道を歩くことは禁止されていましたので、私服でこうやって通ることができて今幸せな気持ちでいっぱいです。あ、もう今日はいい天気、ずか日和ですよ。まさにずか日和です。ちょっと正面までね。ということで大劇場に到着しました。さあ今から空組のアナスタシアを見に行ってきます。さて今たった今感激が終わりました。アナスタシア本当に良かったです。ちょっと今興奮冷めやらぬ状態で言葉がうまく出てこないんですけれども、ずか日和で詳しく感想をお話ししたいなと思います。いや想像してましたけれども本当に良かったですね。興奮冷めやらぬとはこういうことなのかと思いました。今回の動画ではその感想をちょっといろいろとお話しできたらなと思っています。まずはアナスタシアのあらすじについてちょっと簡単にお話ししたいなと思うんですけれども、アナスタシアって実在した人物でして、またそのアナスタシア伝説というものを題材にした物語なんですけど、そのアナスタシアの伝説、噂も本当にあったお話だそうで、それをもとに作られた物語なんですけれども、まずはあらすじ、舞台はですね20世紀初頭のロシアなんですね。ロシア帝国の皇帝ニコライ2世の末娘がアナスタシアなんですけれども、ロシア革命というんですかね、ロマノフ朝の崩壊を企んだ人たちにこのニコライ2世の家族が襲撃を受けて一家が全員殺されてしまうんですが、アナスタシア実は生きてたんじゃないかっていう噂が街中で流れてたわけなんですよ。その噂を題材にした物語なんですけれども、アナスタシアのおばあちゃん皇太后マリーはですねフランスパリに移り住んでいて、そのアナスタシアが生きているんじゃないかという噂を聞いて懸賞金をかけて探し出したいんです。すごく仲が良かったんでね。ただ私がアナスタシアですっていう女性たちみんな偽物でちょっとこううんざりしていて、もう探さないってなっていて諦めようとしていたところなんです。ただ時を同じくしてロシアでは詐欺師のディミトリと元貴族のブラドという2人がアーニャというちょっとこう記憶喪失の女性と出会いまして、その2人がこのアーニャをアナスタシアに仕立ててちょっと懸賞金もらって人儲けしようかという企てが起こっていたんですね。果たしてこの記憶喪失のアーニャは一体どんな女性なのか、本当にアナスタシア生きてたのか、アーニャは本当にアナスタシアなのというようなこういろんな物語がこう錯綜していって、最終的に
それぞれの幸せとはどんなものなのかという物語になっていくんですけれども、実際それは見ていただきたいなと思っているんですが、全体的な感想といたしましては、グランドミュージカルと銘打ってるだけあって本当に曲がいっぱいあるんですね。歌がたくさんあってハッピーになれるような曲もいっぱいあって、私個人的に歌がたくさんある方が舞台としてはすごく好きなので、ワクワクしながら見ることができました。何なんですかね、ディミトリ演じるマカゼさん、ブラド演じる桜木さん、そしてアーニャ演じる星風さん、この3人のバランスが本当によくって、声のバランスですとかすごく心地が良かったんですよね。なんか掛け合いとかもなんだか明るくなるようなハッピーになるような、本当に3人みんなが信頼し合ってるんだろうなっていう感覚で見ることができました。あと声の相性もすごくいいなと思っていて、3人中心に物語が流れていくんですけれども、3人で歌う場面ももちろんたくさんあって、この3人のハーモニーがすごく良かったなって感じました。今回2番手さんのセリカさんがこの3人の輪にちょっと入れないんですよ、役柄的に。ちょっと悪役まではいかないんですけど、ちょっとこう輪に入らないお役なんですけれども、それちょっと残念だったなと思うんですが、でもセリカさんはセリカさんの良さも出てて、アドリブを見せてくださるんですけど、可愛かったアドリブ、どんなアドリブしたかっていうのはまたちょっと後ほどお話ししようかなと思うんですけれども、可愛かったです、はい、思い出しちゃったあともう一つ感想まだまだあるんですけれども、星風まどかちゃんの地声の歌声に磨きがより一層かかっていたなと感じまして、私星風さんの地声で歌うのが結構好きなんですよね。あの声芯のある、でもちょっと可愛げのある、いいですよね。聞いたことある方は分かってくださるかなとは思うんですけれども、その歌声に磨きがかかっていて、アナスタシアの主題曲って言ってもいいんですかね、過去への旅という曲があって、もうそことかすごく心を揺さぶられたなって感じました。また今回はですね、なんとオーケストラピットにですね、三崎めぐみ先生が立ってらしたんですよ。私それだけで、戻ってきてくださった指揮者の先生と思って、今回もコロナ対策でちょっと生オケではなくって、録音した音楽を流すという形だったんですけれども、やっぱりグランドミュージカルというのもあって音楽が大事なんですよ、音楽のタイミングとかね。ということで指揮者の先生が音楽をこう出すタイミングを指揮してくださってると、そのためにオーケストラピットの真ん中に立ってくださってるんだっていうことを知って、いや少しでもこうやってちょっとずつ日常に戻ろうとしているその姿を見るだけで胸が熱くなりました。目頭も熱くなりました。最初知らなくって、三崎先生がいらっしゃるということを、開演前に式三崎めぐみによりって言って、ってなって、生オケ嘘でしょってなったんですけど、よくよく見るとオケの方たちはいらっしゃらなくって、先生がこう音楽のタイミングを出してらしたんですけど、それだけでも胸熱、本当にもうこの気持ち分かってくださいますよね、皆さんなら。もうそれだけでも、はあ、よかったって思いました。ただやっぱりね、早く一日でも早く生オケで
見たいな。これもね、コロナがなければ生オケで見られたんだろうなと思うと、またちょっと残念な気持ちもありつつなんですけれども、ただ録音でも素晴らしい舞台を空組の皆さんは見せてくださいました。の今回その舞台装置もこうなんていうんですかね、イメージ雪組のファントムのオープニングと一緒ですね。あのあれなんていうんですかね、プロジェクションマッピングを投影しているシーンが結構多くありまして、列車のシーンですとか、あと橋のシーンですね。この橋のシーンとても大切なんですけれども、その後ろの、まあ、夜景ですとか流れゆく景色をプロジェクションマッピングでうまくこう融合させていて、より臨場感が出ると言いますか、あの宝塚ってこうね、豪華な大きい舞台装置がどんどんどんってあって、私それ結構好きなんですけど、いやー新しいものをちょっとこう見せていただいたなと感じました。ま、結構ね今までなかったわけではないんですけれども、これくらいこうマッチして馴染むっていうのはなかなかなかったんじゃないかなと思って、すごく新しいなと思いました。結構ね、あ、大道具さんですとか、まあ、演出家の先生とかいろいろ悩まれたんじゃないかなと思いながらも、いや素晴らしい舞台だったなと全体的に感じました。前回は月組のフィガールラブコメを見たんですけれども、今回はまたねちょっとガラッと変わって、同じ宝塚の中でも組によって、そして作品によってこんなに変わるのがやっぱいいなって感じたわけなんですけれども、まだまだ喋るとどんどん長くなりそうですので、個々の感想についてはちょっと次の動画でお話ししたいなと思います。ひとまず全体的な感想はここまでとしますね。ではまた次回お会いしましょう。